熊3頭が一度に捕獲されたのは日高町清畑の森の中です。この付近では先月から7件の目撃情報が相次いでいます。日高町から依頼を受けた地元の猟友会が先月26日に箱罠を設置し、今月6日に3頭の熊が罠にかかっているのが確認されました。よく見たら3頭入っててちょっとびっくりしたんですけど、3頭はないじゃないですかね、日本でも。捕獲した熊はオス2頭、メス1頭で体長110センチから140センチほど、親離れしたばかりの3頭とみられています。